長池康夫は、福岡県春日市出身の元プロ野球選手、コーチ。1998年から2000年までの登録名は、長池文太。現在は横浜 DNA ベイスターズの一軍、内野守備走塁コーチを務めている。楽天コーチ時代高校通算20本塁打を放ち、1992年、福岡高大付高からドラフト2位で、 横浜対応ホエールズに入団。1993年7月18日、大阪神戦でプロ初出場。1997年オフ、阿波野秀幸とのトレードで読売ジャイアンツへ移籍。1998年、自身最多の65試合に出場。1999年8月4日、対ヤクルト戦で川端龍からプロ初本塁打を放った。 2002年オフ、小野一氏と共に、吉川元博、中浜博之とのトレードで、大阪近鉄バファローズへ移籍。2004年9月27日、シーズン最終戦となった、対オリックス戦では、8回表に、横浜時代の同僚だった、と下のなから、左前安打を放ち、これが、近鉄球団最後の安打となった。2004年オフ、 球団合併による分配ドラフトを前に自由契約になるが、東北楽天ゴールデンイーグルスが獲得。2006年、出場機会はゼロに終わり、シーズン終了直前に戦力外通告を受け、打診されていた二軍育成コーチに就任した。2008年からは二軍内野守備総類コーチを務め、2010年5月11日からは、福原峰雄の公認として一軍。 内野守備総類コーチとなるが、2011年5月15日に、育成コーチに配置転換となった。2011年シーズン終了後に退任し2012年より、プロスカウトを務める。2015年に一軍内野守備総類コーチとなり、現場復帰。一塁ベースコーチも務めたがこの年限りで退団。2016年からは横浜 DNA ベイスターズの二軍内野守備総類コーチ。 1997年以来19年ぶりの古巣復帰となる。2018年からは一軍内野守備総類コーチに昇格。ありがとうございます。